1977年の目なしパク駅と周囲約500メートル範囲。下が北見江差シ方面。豊か牛駅同様ホームが江差シ側にずれている。かつては駅舎横の北見江差シ側に貨物積み下ろし場があり、駅舎とホーム間には貨物積み下ろし線が敷かれていたが、すでに撤去されて防線化されている。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成メナシパク駅は、北海道エサシ郡エサシ町アザメナシパクにあった、日本国有鉄道高品北線の駅である。電報略号はメト。高品北線の廃線に伴い1985年7月1日に廃駅となった、所在地名より、アイヌ語のメナ泊まりに由来する、周辺の海岸部には、 防波堤のように突き出た岬があり、かつて東南風の際は船が避難したという。廃止時点で単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の東側に存在した。分岐器を持たない防線駅となっていた。無人駅となっており、有人駅時代の木造駅舎が残っていた。駅舎は構内の北東側に位置し、ホームから少し離れていた。 この駅舎は老朽化が激しかった。駅自体は完全無人であるが、駅前の個人宅で乗車券を販売している簡易宅駅となっていた。2000年時点では空き地になっており、駅舎右隣にあった立ち木のみが残っていた。2010年時点でも引き続き空き地になっている。ありがとうございます。